けやすさと、はい、この味にマジで命かけてる。高学歴の方がたくさんいらっしゃるなという印象がありまして、自分以上に自分を信じられる人っていないぜ。どうも、はじめまして。よろしくお願いいたします。はい、よろしくです。よろしくします。ありがとうね、こんな朝早くから。ありがとうございます。では、僕が通っているジム、ちょっと一緒に行きましょうか。はい、はい、よろしくお願いいたします。ジムって来たことある？ないです。これで、今、100キロですね。これ100キロ持ち上げるのに、はい、5年かかったから、そう、5年間毎週やって、はい、やっとね、持ち上げるようになったの。これで持ち上げなかったわね。株式会社レバレッジ代表の忠石正幸と申します。今はもう皆さんが一番ね知っていただいているバルクスというブランドを運営させてもらっていて、7年前からフィットネス業界に入りさせてもらって、山本先生と監修に入ってもらったバルクスを今はやってます。毎回この席に来て、僕が何やるかっていうと、はい、昨日の会食でお世話になった先輩だとか上場会の社長の方にお礼のメールを打ったりだとか、はい、まあっていうから僕なりのその感謝の時間にしてますね。はい、自分の企業を大きくするっていうよりかは、たくさんそういった企業の成長に携わりたいなと思って。すごいね、多分ね、学生の時からそこまで程度がはっきりしてるんで。そうですね、やりたいことははっきりしてるんですけど、ちょっと技術が追いつかないので。いや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 、そんなことないよ。絶対こうしたいって思ったら絶対こうできると思った方がいいよ。そうなんですか。うん、自分以上に自分を信じられる人っていないぜ。確かに、そう思います。心から思えば大丈夫だよ。本当ですか。うん、俺はそうやって生きてきた。はい、あ、そうなんですね。あ、今日本日のスケジュール伺ってもいいですか。今日は本当朝一から朝礼、採用ミーティング、撮影、インターン生とのランチ、幹部面談、学生たちとの会食で終わります。はい、お忙しいスケジュールで。あれだよ、はい、これね、忙しいって言葉あんまりなんか好きじゃないというか。そうなんですか。だって自分がやりたいことを選択して会いたい人と会ってるから、はい、あんまないかな。あ、そうなんですね。どうぞ。ありがとうございます。この赤と青は情熱と冷静の間にっていう、だから熱くなりすぎず、はい、ね、冷静な気持ちを持って、はい、常識の向こう側に行こうぜっていう、はい、でここをずらっと打ち合わせルームが並んでて、特にねこのソファーが、はい、某 YouTuber さんの番組で使われてるソファーと一緒だから、はい、こういうのもなんかね、はい、やったら面白いんじゃないかなっていうふうにして置いてるかな。あー、そうなんですね。はい、今から朝礼に出させていただくんですけども、本当に朝からもうすでに濃い時間を過ごさせていただいて、ちょっと緊張してるんですけども頑張ります。社長密着をしていただいております。ぜひですね、一言メッセージをいただけたらと思います。どうだったでしょうか。この素晴らしいオフィス見せていただいてありがとうございます。社長さんのカバン持ちの密着としてぜひ一日よろしくお願いいたします。よー、ありがとうございます。ありがとうございます。本日よろしくお願いいたします。お願いいたします。空手で優勝しました。これをね、伝えたくてトロフィーを持ってきたんですけど、皆さんも出世したいとか豊かな生活したいって思うんだったら、そのために日々何をするか、これをカレンダーに書き込んで、その通りに生きる人生をしてください。お疲れ様です。はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、社員さんの方と関わらせてお話しさせていただいた時に、社員の方々の全員がこう熱意があって、本気だなって感じたんですけども、なんでそういった方々がこう本気になれるんですか。自分でね、気づいちゃったの。全
全く社長としての器もないし、そういうことができる人たちに来てもらって、はい、その人たちが思いっきり暴れ回るような場所を作るのが僕の仕事っていうふうに思ったから、はい、そこに思いっきりエネルギーを日々注いでる感じかな。あ、そうなんですね、うん、ありがとうございます。新卒採用チームと一緒に、はい、新卒採用についてのミーティングがありますんで、こっちの方で、はい、ぜひよろしくお願いいたします。うちの大事な新卒採用を支えている2人、 LINE 登録室については、2000人目標で今1245人で、12月末まで、まあ、これは達成できるかなというふうに持ってます。でリファラルの人数も85人で、その先ほども東大とお伺いして、高学歴の方がたくさんいらっしゃるのという印象がありまして、どうやってその獲得されてるんですか？ね、もう根底にあるのが、はい、自分たちなんてね、はい、誰も知らないし、誰もこんな会社興味ないし、誰も入社なんかしたくないっていう風な大前提をきちんと受け止めたら、 DM で簡単にうち来てくださいよなんて言っても誰も来ない。そんな誰も興味持ってない会社にいかに興味を持たせるかってことを、はい、日本で一番死ぬほど考えてるのが、はい、我々っていうことなんじゃないかな。ね、縁があって、ジョインしてもらって、はい、今じゃ普通に歩いてると竹とこたーとそんなことない、そんなところね、そんなことない、芸能人風になっちゃってるからそうなの、うちの YouTube を支えてくれる大事な人、はい、もう家帰ったら改めて見ます、はい、ズミチから見直してください、はい、いただきます、ありがとうございます、ね、ありがとうございます。全力でやりたいことに集中させてくれる。あ、多分それがみんなが前に進む根幹の部分だと思います。あと人を信じてくれるんで、あ、信じてできるからやりなよっていう風に接してくださるんで、それだと思います。みんな待ち焦がれてるんだけど、はい、月に1回インターン生たちとお弁当を食べてるの、はい、君の分も用意していたから、ありがとうございます。じゃあ、お疲れ様です。お邪魔します。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。皆さんで、はい、いただきます。いただきます。大学生だから周りはみんな遊んでる方々多いと思うんですけど、その中でお仕事に熱中して頑張れてる理由あとはお伺いしたいです。会社がもう大きくなってから入っても、それこそ立ち上がりするような形になっちゃって、自分の成長に結びつかないと思うので、だからなるべく早くその会社に入って、実務を勉強して、質実ともに自分が会社を大きくしたんだっていうふうに言えるようになりたいから、早めに会社で働いています。そうなんですね。群馬県出身ですね。ここになんでこんなにプロテインが並んでるんですか？レバレッジの福利厚生ゾーンで、バルクスが今まで出してきた全てのものが全社員飲み放題、自分たちが作ったものを自分たちが喜んで飲むってすごくやっぱり健康的だと思うんだよね。だから多い人は朝昼晩とか飲んでる人もいるし、めちゃくちゃ美味しいから、はい、今日ねちょっと飲んでもらおうと思って。いいんですか？ぜひお願いします。出たばかり、はい、メロン味。メロン味なんてあるんですか？そう、はい、どうぞ。ありがとうございます。飲んじゃおうかな。いただきます。いただきます。うまっ。あ、ね、もう匂いから言ってさ、本当にね、メロンジュースじゃん。はい、めちゃくちゃ美味しいです。溶けやすさと、はい、この味に、はい、マジで命かけてる。あ、そうなんですね、うんうん、本当に美味しかった。ありがとう。はい、次はこちらの会議室で、はい、広報のミーティングで、うちは広報本当に力入れてるんで、多分その一端がね、今日見えると思う、はい、インターン生の方ですか？あ、はい、さっきインターンランチに参加させていただいてたんですけど、自分は広報としても活動させていただいてます。インターン生の方がこういったミーティングに参加できるんですね。参加どころか、うちの広報の資格系は、はい、ほぼ彼ともう一人の女性で回してるかな。あ、
ほぼ4ヶ月目なのに本当に命がけでやってる。ああ、そうなんですね。はい、こういう風に、はい、あの腹筋のシックスパックに一社ずつロゴを貼るっていうのをやって、はいはい、あの広報っていう部分においてあのどのくらい力入れられてるんですか？ね、広報って、はい、本当にアイデア次第で、はい、いくらでもなんかこのバズるというか、特に今の SNS の時代においてね、はい、もうカメラに向かって言うけどもう全ての会社に俺は必要だと思いますよ本当に。そうなんですね、はい、だから、はい、こんなこのおっさんの、ね、カチコチの脳みそじゃない柔軟な頭を使った人材が本当に必要。あ、そういったあの強い思いでその新卒採用っていうところに力入れられてるんですね。そうだね。次はあの管理部の責任者とのミーティングですね、はい、辻さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。うちの管理部の責任者で、はい、実績を携えてデバレッジに来ていただいたっていう、よく逆にうちを選んでくれたなっていう方、はいはい、そうなんですね。そういったあの方々のこういったミーティングにあのお邪魔させていただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。福利厚生っていう面が本当にすごいなって思ったんですけども、はい、福利厚生に関するスタンスだったりっていうのはどういったものがございますか？はい、もうあのそれはシンプルで、やれることはやる、はい、もうそれにつきます。それいいよねっていうことはもうどんどん取り入れて、はい、プラスになることはどんどん取り入れていきたいというふうに考えてます。はい、今から、はい、うちのね社員になりたいっていうこの面接があります、はい、僕との面接の後に、はい、クラッカーが鳴ったら泣いて、はい、そのまま過ぎていったら、はい、不合格というところなので見守ってください。はい、はい、見守っています。はい、行きます。はい、あちゃん、俺どんな感じで、皆さんちょっといいですか？この瞬間にレバレッジ23卒6人目の内定が生まれました。本当に派手な会社だ。はい、内定おめでとうございます。ありがとうございます。で、今の気持ちはどうですか？本当に嬉しいですね。その今後の意気込みなどお伺いしたいです。この圧倒的な基準っていうのをレバレッジさん掲げているので、はい、自分もその基準に絶対クオリティ強でやっていきたいと思います。おめでとうございます。ありがとうございます。せっかくなんでね、本当に熱い2人だから、はい、好きなこと聞いてみなよ。あ、いいんですか？なんでそのインターンを始められたんですか？元々新潟で事業を作っていて、まあ、その中でそのマーケティング力がかなり自分の中で不足してるなっていう、はい、感じ でその中でこうレバレッジがこうマーケティングに強い会社っていうのを、まあ、実績を元にこう知って、はい、でそこで学べるんじゃないかと思ってインターンに参加しました。ああ、そうなんですね。ありがとうございます。多分ね、荒井君に関しては、はい、新卒ですら絶対見せてもらえない数字とかね、見てるところがいじってるもんね。そうですね。そうなんですね。そうなので、鈴木君に関してはなんと、ね、はい、これからブランドを1個立ち上げるのによろしくなって感じだよな。結構大幅に高すぎて、立ち上げから始められるんですか？そうです。そうなんですね。もう誰も彼もそのぐらい任せるんじゃなくて、やっぱり優秀であるし、はい、なんか俺にやらせてくれって感じだし、はい、それができるんだっていうので、やっぱりね、そういう人にやっぱ任したいの、レバレッジは。はい、社員の方が本当にみんなのその熱さっていう熱意っていうものが伝わりました。レバレッジに興味がある学生さんを集めて、はいはい、おいでよだけだとやっぱなかなか来ないから、はい、肉で釣りました。もうレバレッジで働きたいとか、レバレッジで引退したいっていうね、はい、出会いがあれば本当に幸せですので、今日はね、楽しんでください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。俺こそ今日ありがとう、本当に。お疲れ様。ありがとうございます。ありがとう。すごいわ。こういう会社に内定者を釣るようにして姉に送っていいですか？本当にあの社員の方々、もう人っていうところが本当に引き込まれていて、今本
本当に皆さんに一度レバレッジさんのインターンに参加してほしいなって、本当にそれが一番伝えたいです。レバレッジさんのインターンに参加できる応募リンクが概要欄に貼ってありますので、お仕事に熱意を持って働きたいという方々ぜひ応募してみてください。